新型コロナウイルス感染症と向き合う医療従事者に利用してもらおうと、県内の企業が今日県にナースサンダルなどを寄贈しました。贈呈式では川西町の靴メーカー玉井産業株式会社の社長を務める玉井良一さんから、県の増井知事公室長にナースサンダルを中心に医療現場で使用する靴400足が贈られました。寄贈された靴は新しい樹脂を使用することで軽量化に成功したため疲れにくいといい、医療従事者に応援と感謝の気持ちを込めたといいます。履物もですね、ちょっと新しいものを履いていただいたら気分も変わるかなと思いますしですね、ご利用いただいたらありがたいなと、そのように思っております。本当に履きやすそうな軽い靴でした。医療従事者の方も看護師さんの方もみんな喜ばれると思います。贈られた靴は県内の医療機関に配られ活用されるということです。